回はハイピンとピンダウンの違いですね。このまずボールはハイピンです。上にピンが上にありますね。ハイピンのボールで投げてみます。あまりスピードをですね調整せずに、まずは先で、動こうとするのがハイピンですね。手前で動くよりも先で動く。今度少し外目から若干動きがあるのが分かると思います。はい、もう一度いってみます。まあ、こんな感じでちょっと先での動きが出るレイアウトですね。先ほどと同じメッセンジャーというボールなんですけど、これですね、こうか、このボールですね。これをこちらはピンダウンです。ピン位置がフィンガーの下にあります。でこれで投げてみます。ほぼ同じラインを投げてみますね。先ほどよりも少し内に絞る感じですね。先で切れてこないので手前側で少し起こして奥まで行く感じにします。もう一回いきます。手前で起こしてあまり動かさない。先の動きがない分だけああやって天秤が残りやすい場合もありますが、これはオイルの状況なので、今のオイルだとちょっと手前で置ききらないで先に入ってしまうので、もう一回行ってみます。まあ、こんな感じでちょっと内にこう絞っていく感じですね。続いてはサミットですね。サミット前回はですね、この状態ピンがここでサブここなので、2インチですね。で今回はハイピンにしてます。ここですね、ピンガーとソリッド、サムソリッドですね。少し先の動きが出てきます。もう一回いきます。カバーが強いので、カバーが強い分だけですね、手前で少しこう動く感じがあると思うんですけど、ハイピンなので基本は先で入ると思います。もう一回やります。ちょっと内に絞る、ちょっと内に絞る感じです。なります。こんな感じで先の動きそんなないんですけど、オイルに強いボールなので、カバーが強いのでオイルを使っても大丈夫ですね。もう一回最後に、ありがとうございます。今度はライノプロですね。ライノプロ、ライノプロティール、ティールライノプロか。それで、こちらピンの位置はこれ2インチですね。ちょっと光ってきてるんで少し滑る感じはあると思いますが、これで投げてみます。
曲がらないのか。これは今ちょっと内側に入りすぎたので、ちょっと内側に入った分だけ滑ってしまった。まあ、本来ならばこのコンディションだったらばフレッシュなので少し曇ってた方がいいと思います。もうちょっと手前で起こします。さっきのようにちょっと外目から手前で起こす。起こしてきた。手前で起こして、1枚目投げます。はい、一番端の端っこの端っこだよ。